皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドパート19やっていきましょう。今回はヨスガのジムに挑戦したいと思います。まずはこの辺りのトレーナー倒していきましょう。お、遺跡マニア。遺跡マニアは珍しいポケモン使ってきたりするんですけど、ドーミラーか。ドーミラーはちょっと期待外れだよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そう、遺跡マニアとか大好きクラブとか、あとはポケモンコレクター、その辺りのトレーナーはよく珍しいポケモン使ってくるんですけど、ドーミラーじゃないなそして相手はしっぺ返し。そうだからね、モブトレーナーでもその辺りのトレーナーは戦っておいた方が後々図鑑を揃えるんだったらいいと思います。はい、そしたらエンペルトのアクアジェットで倒していきましょう。ケイ、なんか微妙に残りましたね。そう、エンペルト今結構レベル高いように見えると思うんですけど、ジムリーダー戦とかになるとね微妙なんですよ。今作のジムリーダーとかライバルとか、そういう主要トレーナーがちょっと強すぎるんですよね。え、あれ、ちょ、あ、怪力、あー怪力使えない。え、なんでなんでなんで、怪力が、あ、これで押せるかも。あー、ダメだダメだ、使えない。じゃあ上から回りましょう。え、それ合ってるマップの設計怪力ないと進めないじゃん。逆走してんのか今私。多分ね、右側から来るのがこれ正規ルートなんですね。はい、ということでこんにちは。どこへ行くにも一緒のこの子で頑張るわ。お、誰なんでしょうか。鳥使いの相棒。誰だろう。まあムクホークっぽいっちゃムクホークっぽいですけど、使ってくるポケモンは夜のズク。またちょっと珍しいポケモン使ってきますね。はい、じゃあここはエンペルトで倒していきましょう。冷凍ビーム抜群ですけど、 PP、 いや PP とか考えなくていいか。はい、じゃあここは冷凍ビームで倒していきましょう。そう、今白帯のところまでまずまっすぐ向かってる感じ。うわ、耐えた向かってる感じですね。リフレクター張ってくる。危なかった今よかった。はい、そしたら冷凍ビームもう一回。そう、今白帯まで抜けてる感じですね。全部の道路をねちゃんと巡っていかないと、あとあとあれですよ、図鑑揃えるときに大変なんですよ。またトレーナーと戦わないといけなくなるんで、どうせ戦わないといけないんだったら、ここでね戦っちゃおうと。そうすればレベル上げや図鑑埋めにもなりますからね。精一杯やったからいいもん。お、ちょっと可愛いな。いいもんが可愛かったですね。そしたらこの下を、エリートトレーナーがいました。こんにちは。俺は強い、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 俺は強い。何、大丈夫、俺は強い、俺は強い、俺は強い。本当か。いや、俺は強い、俺は強いよし、これで大丈夫だ。大丈夫ですかあなた。ノア、びっくりしすぎた。だが君もこの技マシンを見れば分かってくれるだろう。なんだろう、技マシン77、俺は強いとずっと言ってましたが、それがヒントなんでしょうか。簡単に説明するとだな、戦う相手が硬くなるなどで防御力を高めた時に、こっちが自己暗示を使うと、あ、自己暗示か。自己暗示は相手の能力変化をコピーできるという技ですね。こちらのポケモンも硬くなる、いわば互角になれる技だね。互角でいいの。俺は強いって言ってたんだから勝たないといけないんじゃないの。まあそれはいいとして、この下はもうトレーナーいないか。よし、じゃあ抜けちゃいましょう。あなたも前回戦ったよね。で、草むらも多分新しいポケモンはいないと思いますんで、天眼山に入っていきましょう。ここも短いんだったかな、忘れちゃったけど。お、進める。あ、なんかあった。穴抜けの紐ありがとう。天眼山は新しいポケモン出そうだけどな。怪力は、あ、使えないのか。岩砕き、そこを砕いてもしょうがないですよね。はい、誰が出てくるんでしょうか。朝南、朝南はいいよ朝南はもう捕まえてますから。もしかしてさ、こっち側から抜けれないんだったっけ。白帯へ逆走はできない仕様になってるんでしょうか。ヨスガのジムを倒して怪力を使えるようにしないと、ここはいけない。いけないわ。じゃあ諦めましょう一旦出てヨスガまで飛びたいと思います。そしたら飛ぶのは今回ポケッチか。ポケッチから空を飛ぶでヨスガシティに飛んでいきましょう。ヨスガのジムちょっと強いイメージあるぞ大丈夫かな。まあまあまあ、エンペルとレントラムクホークがいればなんとかなるとは思います。とりあえず回復してから向かっていきましょう。あとはモンスターボールとか元気のかけらってもう買えるようになってるっけ。そう、元気のかけらがないんですよ。地味に拾ってた分は前回のスモモ戦で1個使っちゃって、確かあと1個ぐらいしかなかったかな。ちょっとフレンドリーショップにも寄りましょうか。モンスターボールの数も見て、もしも足りないようだったら捕まえたいと、捕まえたいとじゃねえや、買っておきたいと思います。あれ、
まああるよねあるよね。ヨスガってデパートあったっけって今ちょっと錯覚してしまいましたが、デパートはトバリか。はい、ということで買いに来ました。こんにちは、元気のかけら。あ、オッケー、売ってる。どれぐらい買ってこう。あ、1個も持ってないのか。10個ぐらいは持っと、あー、たっけ。待って、めっちゃ高いわ。あ、余裕か。今桁1個間違ってたわ。お小遣いめっちゃ持ってる。はい、ということで買いまして、何でも直しはまだないか。シルバースプレーをじゃあ10個ぐらい買っておきましょう。直しも一応全部買っとく。氷直しをじゃあ5個ずつぐらいでいいかな。いやいやいや、氷直し617個も買う人いないよ。どんだけ氷が怖いの。617回もストーリー中でならないって氷に。そしたらこれもちゃんと5個買って、眠気覚ましも持ってないか。このあたりは買っといた方がいいと思う。何でも直しが手に入るまではこのあたりでなんとか対処していきましょう。麻痺直しは5個持ってて、毒消しも持ってるな。で、いい傷薬もまあこんだけありゃいいでしょう。モンスターボール、74個あればいいな。よし、オッケー、バイバイ。結構ね、お金は貯めておいた方が技マシンを買う時とかいいですからね。よーし、じゃあヨスガジムに向かいましょうか。ここ強いイメージあるからね、ピシッと行きましょう。ピシッと行きましょうもちょっと日本語おかしかったですけども、こんにちは。あ、一応話しかけようかな。オース未来のチャンピオン、ここのジムリーダーはゴーストタイプの使い手。ゴーストタイプのポケモンにはノーマルタイプの技は効かない。あとは自分で確かめてくれ。お前のことを信じてるからさ。ゴーストにはゴーストしか抜群が取れないので、もうここは素で行くしかないですね。おっと、まずは、問題、3+5+7はいくつ。15だから、右か。はい、じゃあ右入ります。合ってるよ。あ、でもこれさ、合ってるとまずいのか。あ、合ってると戦えないかもしんない、トレーナーと。どうしよう、戻る。わざと間違えてさ、トレーナーと戦うっていうのありですよね。そうしよっか。はい、じゃあわざと間違えます。お、ミニスカートちゃん。クイズに間違えたのは私と勝負したいからよね。お、わかってるね。わざと間違えたんですよ今。はい、ということで、まあ一体一体ぐらいは戦っていきましょう。ミニスカートのナミエちゃん、かわいい。お、ムーマ使ってくるポケモンもかわいいですね。いや、今作のミニスカートめっちゃ好き。今作のさ、モブトレーナーで誰一番かわいいだろう。ミニスカートかな。いや、ミニスカートかな。皆さんどう。ちょっとぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで、ムーマちゃんごめんなさい、倒していきましょう。強い。いや、やっぱね、なんかね、レベル差が広がってても結構強いのよこの辺りの敵は。はい、でシャドーボール食らいまして、ここはじゃあアクアジェット打っていきましょう。そう、地味に今シャドーボールが等倍だったんですけど、ダイヤモンドパールの時は悪とゴーストは鋼に今一つだったんですよ。だから今のはダイヤモンドパールだったらエンペルトには今一つの技なんですけど、 XY でタイプ相性が変わってフェアリータイプが追加されたことによって、効果抜群とか今一つが若干見直されたんですよね。で、その時にゴーストタイプはゴーストと悪は鋼には等倍という風に変わりました。いや、だから当時はめっちゃ強かったんですよ、鋼タイプって。メタグロスとかも鋼エスパーって悪とゴースト抜群じゃなかったからね当時は。12+28は40だけど、わざと1回間違えます。はい、一応ね、レベ上げ兼、おーっと、いろんな子を見ていきたいですからね。いろんなところに行ってるからいろんなことを知ってるよ。お、なるほど、ピクニックガールだからか。いろんなとこにピクニック行ってるんでしょう。ピクニックか。 MK さん長らく行ってないよ。もう10年単位で行ってない。ピクニック、いや、まあね、子供のうちはお父さんお母さんとかと行くタイミングあるけどさ、大人になったらピクニックはまあ子供でもいない限りいないかな。あとはまあ大学とかで友達と行くって人はいるかもしれないけど、 MK さんはそういう陽キャじゃなかったんで、うん。はい、一人でした。ということで、はい、不安定倒しました。MK さんのもう心が今不安定だわ。ということで、ムーマ好きだね。っていうかゴーストタイプ自体そんないないんだよな、新王地方も。まあゴーストタイプって結構珍しいタイプで、関東地方の時はゴーストゲンガーしかいなくて、で金銀になってもムーマが追加されたぐらいだったかな。そう、ゴーストタイプってもともと結構珍しいタイプなんですよ。なのでまあ多くてもあれなんですけど、今となれば結構多いですよね。はい、じゃあアクアジェットで倒していきましょう。オッケー、いいね。ムーマいいね、倒しました。いや、これさ、多分最後もムーマ使ってくるな。ジムリーダー、あ、ジムリーダーの名前もう出てるよね。そうだよね、ストーリー中で。いや、で、いや、一応言わんとこ。いや、確か出てたよな、コンテストの会場前で話しかけられた時に。
名前出てたと思うけど、40だからまっすぐ行く。でもね、あんまりね MK さんごちゃごちゃ言うとネタバレになっちゃう可能性があります。正解です、おめでとう。はい、じゃあ次行きましょう。次の問題で最後じゃないかな。はい、じゃあ次の問題読んでいきましょう。全部算数か。 3×13 は39だけど1回間違えよっか。じゃあ33 1回間違えて戦っていきましょう。お、女の子しかいないね。多分私の方がポケモンのことを勉強してるよ。え、そうかな。私なかなかポケモン詳しい方だと思いますけど、塾帰りのユミカが勝負を仕掛けてきた。ユミカちゃん不安定不安定ばっかだな。そう、不安定はね、あの谷間の発電所で金曜日だけ出会えるというポケモンでございます。そう、 DS からはね、あの DS 本体に時計がついたので、そういうことができるようになったんですよ。ゲームボーイアドバンスまではゲーム機本体に時計の機能がなくて、カセット、あ、まあ、今はカセットというのはソフト、ソフト自体に、電池、ボタン電池が入ってて、ソフト自体で時間を管理してたんですよね。だから一番最初にあの時計合わせなさいって言われるじゃないですか、ルビーサファイアって。あとリーフグリーン、ファイアレッドとかね、ああいうのは、ソフト内部に電池が入ってるから、あのゲーム機本体から時計の情報を読み取れないから一回合わせないといけないんですよね。でボタン電池が切れちゃうと木の実とかが育ちにくくなるという、あのめちゃくちゃ変な、当時は仕様になっておりました。でダイヤモンドパール以降は DS のね本体に時計がついてるんで、金曜日とかも分かるようになって、曜日限定のポケモンみたいなのがやりやすくなったんですよ。はい、そういう裏話はいいとして、あ、ここ正解。ちょっと待って、今間違えた。あ、間違えたまあいいや、勉強しているのはポケモンや歴史のこと、とにかくいろんなことさ。えらい、歴史かポケモンの歴史だったらね勉強しなくても覚えてるけど、なんかね本当の歴史はあんま私得意じゃありませんでした。お、ゴースト、珍しいポケモン出してきましたね。うん、歴史か、得意じゃなかったね。てか社会自体得意じゃなかった。私は理科とか数学はまあ人並みにはできたけど、社会は社会はあんまいい思い出ないな。てかね、単純に覚えるのがあんま得意じゃないんだ多分私。あのこうだからこうって言われれば、ああそうなんだってこう理屈でわかるけど、これはこうだったんだよって言われても、いやいや見てないしって思っちゃういや、それ経験してないから、その何百何十何年に誰々が何々しましたって言われても、ねえ、あーそうなんだってなっちゃう覚えらんないんだよな、そういうのはな。まあポケモンとか好きなことだったら覚えれるけどね。お、正解です、おめでとうございます。そしてそろそろジムリーダーじゃない。はい、上に上がりまして、どうだろう、まだかな、こんにちは。最初の部屋の答えは、うわそれは覚えたな、15だな、15だったな。まあじゃあさっき2回戦ったから今回はいいや一発でクリアしてしまいましょう。きたー、ということでジムリーダー戦行きましょうか。こんにちは、あなたはメリッサさんですよね。おおほほほ、お待ちしてました。私この国に来ていっぱい勉強しました。あ、だからさっき勉強系の人が多かったのか。この町コンテストします。だから私こんな格好、ポケモンのことも勉強した、そしたらジムリーダーになりました。だからあなたチャレンジしなさい、私勝ってみせます、それがジムリーダー。ということで行きましょうか。メリッサさん、メリッサはね、アニメのイメージがあるわ。アニメでサトシがね、めちゃくちゃな戦法で勝ったんですよということで、はい、メリッサさん戦っていきましょう。ナイスポーズ、さすがコンテストさすがなんかコンテストやってる人の動きでしたね。コンテストといえば第3世代ルビーサファイアのイメージもありますけども、はい、そしたらまずはフワライド。え、待てよ、私の記憶が正しければメリッサの切り札ってフワライドじゃなかったっけ。なんでしょっぱな出してきた、何体か持ってるんだったっけ。はい、とりあえずフワライド一発で倒しました。誘爆かな、誘爆だったらこっち食らいますけど、あ、誘爆ではなさそう。はい、そしたら、ドミラー22レベル、ゲンガーもまあこのままでいいかな。特に抜群は誰にしても取れないので適当にご利用していきましょう。じゃあここはバブル光線、ゲンガーも強いよね。怪しい光、そういう勝ち筋残してくんのやめてよ。いや大丈夫、エンペルトだったら乗り越えてくれるはず、私の相棒エンペルト、なんとかここは乗り切ってください。ナイス、さすが、今心と心通じ合ってっからメガ進化しちゃうよ。もうなんなら結構耐えてくんな。じゃあここはもう一発、大丈夫、エンペルトだったらやってくれる。はい、そしてシャドウクロー、当時は今一つだったけど今は当倍。はい、そしてここ乗り切ってくれるはずだ、エンペルト強い、やばくないエンペルトやばくない、この何、この意志の強さ、混乱してても自分のこのブレない軸、そういうのが大事になってくんだよこれからの時代、自分をぶらさない、そういうの大事。はい、ということでドーミラーは23レベル、最後、あ、ムーマージか、
切り札ムーマージだっけこの人。あら最後の一匹だわ。なんかフワライドのイメージあるけどな。それはアニメの影響か。おお今の見た、今のおしゃぼおしゃれボール見た、今のボールデコ、ボールデコやってましたね今。おお、シャドウダイブか。そっかムーマージか。フワライドのイメージはアニメだわ私。はい、ということで混乱しててバブル光線はちゃんと打てたけど当たらない。ちゃんと打ててんだよなさっきから。そしてムーマージの方が素早さ早マジか。大丈夫かエンペルト。いやでもさすがにレベル差があるからなんとかなる。オッケー混乱解けた。一回も混乱引かないで混乱解けるというこの優秀なエンペルト。うわ、ムーマージって、あ、防御が低いのか。あーもうなんでよやめてよ。いや大丈夫、このエンペルトめっちゃ軸ブレてないんで混乱はしません。よしエンペルト見せたれ、私とエンペルトの絆見せてあげてください。うわまあ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 、さすがにね3回も連続混乱引かなかったら多少引くわ。だって2分の1だよ。うわーもうそのさ、怪しい光打ってゴーストダイブしてさ混乱一方的に押し付けてくんのやめてねえ。ズルじゃん。うわ打てたのに、打てたのに今今打てたかな。でここでどうせ打てないんでしょ。そんなもんなんだよポケモンって。いや大丈夫、エンペルトは打ってくれるよ。打ってお願い。ここで打つか打たないかが非常に大事。オッケー、はい、バブル光線でとりあえずもう一回ダメージ食らわせまして、オーケー。急所、急所、あ違うわ、乱数だ。はい乱数幅で勝てました。乱数幅でっか。ということでスカンプは32レベル。なんとかメリッサ勝てました。いやだんだんジムリーダーも倒せるようになってきたな。あなた最高に強いです。私負けたの分かります。いえいえ、あなたも十分強かったですよ。その怪しい光とシャドウダイブやめて、私びっくりです。あなたもあなたのポケモンもとっても強い。その強さをたたえこのジムバッジを渡します。ありがとう。このデザイン好き、よくないこのメリッサのジムバッジ。MK はメリッサからレリックバッジをもらった。いいね、かっこよ。レリックバッジだって。ポケッチの秘伝技波乗り使います。きた。あとこの技マシンもあなたなら使いこなせる、私そう思う。シールをもらって、技マシンは何だろうか。65、シャドウダイブ、怪しい光、そのあたりだったと思いますけど、シャドウクローか。急所に当たりやすいびっくりな技なの。あ、ありがとう。うわ、このステンドグラスかっこよ。いいね。ちょっとじゃあ光に最後当たって、進んでいきましょうか。光だけにね。そう、まあ、このキャラクターはね、もともとデフォルトネームが光ですので、ちょっとかけてみたんですけど、まあいいや。あ、最近またアニポケに光出てましたね。いや、光いいよね。めっちゃ可愛い。いや、でもね、歴代アニメのヒロインで言うと、私はやっぱり、はるかが好きなんだよな。世代なんだよ、多分。多分、ひいき目抜かすとセレナだと思う。ひいき目抜かしたらセレナがめっちゃ可愛かった。あとは、スイレンとかも好きだったけど、まあでも世代的には、はるかが好きなんだよな。はい、ということで、いつかね、オメガルビー、アルファサファイアとかも実況でやりたいな。まあ生放送とかになるかもしんないけど、過去のね、ポケモンシリーズもちょこちょこやっていければな、なんて思っております。やるタイミングはわかりませんが、ということで、オッケー。お!なになに、シロナさん。私のことを気になってる感じ。あえてよかった、探してたんだ君のこと。うん、おばあちゃんからカンナギでのことを聞いたの。遺跡のことをありがとうね。いえいえ大丈夫ですよ、そんなの全然。それにしても銀河団って宇宙を作り出すとか、おかしな格好でおかしなことを言ってるだけ。おかしな格好はちょっとまあ人それぞれあるからさ。そう思っていたけど意外と困った人たちね。独り占めとかそういうのダメよ、本当に。そう、それ大事。シロナさん分かってますね。ところでさ、遺跡面白かった面白かった。よかったらなんだけど、ミオシティにね、図書館があって、大昔の本が読めるのね。君がポケモン図鑑を完成させるのに役立つかも。お、行きたい。ぜひ行ってごらんよ。それじゃあバイバイ。オッケー、じゃあとりあえずミオシティに向かっていきましょうか。一旦回復してからにしたいと思います。ミオシティの図書館、そう、結構面白いんですよ。最初に、いや、あんまりネタバレ言うとあれかな。あと、今、一個言うわ。そう、ミオシティの図書館っていろんな神話、神王の神話、まあ、昔話ですよね。そう、まあ、童話っていうか、まあ、そういう昔話の本がいっぱいあって、その中の一つで、まあ、一番面白いのは言わないどくけど、一個、ポケモンと人間は昔結婚してたって話があるんですよ。ポケモンは人間と結婚するのが当たり前で、人間はポケモンと結婚するのが当たり前だった。それは普通のことだったみたいなお話があって、それもまあ、神話、
ですよね。なんかそういうなんかこう尾ひれとかついてるような話がやっぱりね神話としては好きなんですよ。ミオシティはそこか。ここは通ってきたからもう飛んじゃってもいいな。じゃあことぶきに空を飛んでからミオに向かっていきましょう。ミオシティにはジムリーダーもいますので、まあその人も倒せればと思います。そしてことぶきにせっかく帰ってきたからポケッチのアプリでも増やしていきましょうか。確か増やせるよね。あれ、あー、ここじゃなかった、間違えた。申し訳ございません。GM ステーションは現在準備中です。 GM ステーション、昔は GTS グローバルトレードステーションだったんですけど M になったな。 M ってなんだろう、 M なんだろう、昔は GTS だったんですよ、あそこ。そう、世界中の人たちとポケモン交換できるって今では当たり前ですけど、初めてはダイヤモンドパールなんですよ皆さん。そう、私当時もあのトイザラスに行ってね、あのよく Wi-Fi ステーションの前で交換してましたよ、マリオカートもやって。はいはい、私がポケッチカンパニーの社長です。やあ、お待たせ、新しいアプリを開発したよ。お、メモ用紙。そう、ストーリーが進んでいくとここでアプリもらえるんですよね。メモ用紙、はい、もらいました。そして次、あ、またある、マーキングマップ。あ、これは使えるぞ、後々。いつでもマップを見ていられる便利さはすごいでしょ。そう、マーキングね、これあるんですよ。はいはいはい、次あります。あー、もうないって。じゃあいいや。ということで、じゃあミオシティに向かっていきましょう。ミオはこの左か。よし、これ道中のトレーナーとか、それなりに強そうだな、こっからは。もうだってさ、なんだかんだジムバッジ5個取ってるんで、あと3個なんだよ。やばくない？あ、こんにちは、あなたは？キャモを、あ、キャモメに話しかけたんじゃないよ今。218番道路で彼と待ち合わせしたのにいないじゃない。あ、もしかして向こう岸にいるんじゃないですか彼は。じゃあとりあえずここは波乗りで行きます。ビーダルなんだ、波乗り。え、これ、あ、ビーダルになってる。へえ、なんかタマンタとかにしてきそうですけどね。ビーダルになったんだ。うわー、キャモメは持ってるね。なんかビーダルも、ビーダルでもいいけど、なんか、新大地方の波乗りといえばタマンタ、マンタンあたりのイメージはありますけどね。はい、そしたらここは逃げまして、あなたが彼ではないよな、その左にいた人。あなたは多分釣り人ですよね、ただの。お、甘い蜜拾いました。そしてあなたは、はい、ビッグフィッシング叫んでみたけど何も釣れない。あ、釣れないんだ。釣れてないんだったら大声あんまり出さなくてもという感じですけど、はい、釣り人の豊か2体持ってます。何を出してくるんでしょうか、ギャラドス。面白いポケモン出してくんね。ギャラドスか。ギャラドスに関しては今まで散々いろいろ言ったな。今更特に言うこともないけれど威嚇が入ってしまった。まあ冷凍ビームが当倍なんで冷凍ビームで打っていきましょう。そう、ギャラドスは飛行タイプが入ってますからね。ギャラドスの飛行は多分鯉のぼりモチーフなんだと思いますよ。はい、ということで竜巻。竜巻はドラゴンタイプの技ですね。初代だと数少ないドラゴンタイプの技の一つでございますが、今となればドラゴンタイプの技もねめちゃくちゃあります。はい。当時は珍しかったんですよ、ドラゴンタイプの技も。はい、ということでギャラドス倒しました。ギャラドスと、あとなんだろう、ギャラドス、ギャラドス、ギャラドスかな。炎の渦はいっかな。そしてドーミラーとスカンプ、そろそろ進化してもよくない。神秘の守りもいっかな。はい、2体目がギャラドス。ギャラドス、ギャラドスか。まあ、ギャラドスといえばね、怒りの湖を思い出す方もいると思います。金銀ですね、第2世代の時に、赤いギャラドスが確定で手に入るという場所でした。ハートゴールド、ソウルシルバーでやったという人もいるんじゃないでしょうか。そう、色違いという概念は金銀から生まれまして、その色違いを象徴するポケモンとしてね、赤いギャラドスよく言われることがあると思いますけど、それって、金銀の時に確定ゲットできる色違いが唯一この赤いギャラドスだけだったからなんですよ。で、なんでそこの怒りの湖は赤いギャラドスがいるのかと言いますと、ロケット団の研究でポケモンがこうおかしくなっちゃったっていう設定なんですよね。だからロケット団の研究途中でこうポケモンに手を加えた結果、ギャラドスが赤く変わっちゃったっていう。そういうね、ちょっとこう、ダークな感じの色違いポケモンでございますが、どうせ釣れてませんよと。釣れてないのか。確かにちょっと場所が悪いような気もすんな。はい、釣り人の戦時5体も持ってんのってことは、恋キング、もう恋キングおじさんだ。たまにいる恋キングおじさんだよこの人。恋キング、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 恋キングだって。どうせマジか。じゃあ1体目倒したらレントランに変えよっか。全部今一つだからバブル光線が最高火力でしょう。言うて倒せるとは思いますけどね。いや、釣れてませんよって言いつつ結構釣れてんじゃん、コイキングだけどさ。コイキングは釣れてないうちに入るんでしょうか。なんか釣りとかってそういうのあったりするって言うよね。うわ、ギャラドス、持ってるんかい。
なんだよ、あなたコイキングおじさんじゃないじゃん。コイキングギャラドスおじさんじゃん。え、ってことはなんだ、コイキングギャラドス、コイキングギャラドス、コイキング、え、どういうこと。ちょっとこっからの手持ちが気になりますが、はい、威嚇入りまして、どうせあなたも威嚇でしょ、ですよね。ギャラドスは威嚇と自信過剰2つの特性を持っております。まあでも言うて通常特性というか、まあメジャーなのは威嚇ですから、基本的に出てくるのは威嚇だと思いますけども、ということで、はい、 OK。 そう、その夢特性っていう概念が、まあブラックホワイトから生まれまして、まあ今夢って言わないと思うんだけど、隠れ特性っていうよね。そう、ちょっと珍しい特性を持ってるポケモンがいたりするんですよ。で、当時はドリームステーション、ドリームワールドっていう、あれですね、インターネットとつないでパソコンのブラウザ上で遊ぶゲーム、それでブラックホワイトとつないで遊んで、あのポケモンが手に入ると。で、それをあのブラウザ上から、ブラックホワイトに送って、でそのブラックホワイトで捕まえると、夢特性のポケモンになってる、そういう仕様になってたんですよね。で、ブラホワ2では、穴、隠し穴みたいなのがあって、そこに入ると夢特性のポケモンが手に入る、そういう時もありました。で、その時からね、第3特性と言われるあの3つ目の特性がポケモンは解禁された感じですね。そう、当時はインターネット持ってて、しかもパソコンのブラウザゲームで遊ばないと手に入らなかったんですよ。知ってた？みんな当時経験してない人あんま知らないと思うんだけど、 MK さんめっちゃやってたよ。ちなみにめっちゃやってた。超やってました。はい。いやーね、当時は当時で楽しかったんですよ。そう、ポケモンのね、ブラウザゲームでさ、いろいろ遊んでさ、捕まえてたりしたんだよ。2080円ゲットしました、ありがとう。そしてこの奥なんかありそうだったな、ちょっと行こっか。はい、水で乗りまして、こう来て、今でもさ、大好きクラブとかってさ、あの夏休みのゲームとかあんのかな。夏休みになったらさ、大好きクラブでさ、何、ブラウザゲーム、迷路みたいなブラウザゲームやったりとか、いや、やってたな。今やってんのあれ。どうなんだろう、夏休み中しかできないゲームで全部ブラウザ上でポケモン揃えるみたいな、やってたわ、迷路の。懐かしい。なんか、なんとか、ま、なんとか夏休み大作戦みたいな。いや、夏、ロックンロール、戦いはリズム。お、初めてのちょっとソウル、あのソウル系のやつが出てきましたが、ギタリストのジョニー、もういいね。眉毛全剃りしてっとこがいいね、そういうの好きだよ私。はい、そしたらルクシオ出てきました。お、そしてそのギター、モンスターボールのあれになってんじゃん、ほら。モンスターボールの柄ついてんじゃん、そのギター。いいね、ギタリスト。なんかポケモンでギタリストっていうと、あのホミカか、ホミカのイメージを持ってる人いると思います。ブラホワ2ですね、ブラホワ2であのジムリーダーになった毒タイプの、ジムリーダーなんですけども、女の子なんですよ。あの白髪のね、白く染めてる女の子なんですけど、で、あのギターをかき鳴らしてね、初めて、そう、ブラックホワイトではボーカル曲っていうか、もう人の声が入ってる BGM が追加されたんですよね、本編中に。で、そのホミカもね、ジムの音楽が歌ってるんですよ。そう、歌を歌ってる。え、あ、なんだって、向こう岸だったのか。君のおかげで助かったよ、これどうぞ。あなたはさっきの女の子と待ち合わせしてた子ですね。そしてあなたはバトルですよね、戦いましょう。そう、ホミカね、あとゲーチス戦とかもあのボーカルが入ってたりしましたね。今はソードシールドのあのジム戦とかはボーカルっていうか、まあ人の声が入ってた当たり前みたいな感じですけど、当時は当たり前じゃなかったんですよ。いや、あれ感動したな、 DS で。で、そう、ホミカ戦のさ、ホミカのジムがさ、こうギターのやつを倒すとギターが止まってみたいな仕様だったんで、わかる？最初は全部の楽曲が鳴ってるんですよ。で、あのホミカの歌声も届いて、あのちゃんと鳴ってる BGM なんですよ。で、あの入った時はおーすげーってなるんだけど、ギタリストを倒すとギターが止まって、ドラムを倒すとドラムが止まって、こうだんだんボーカル曲が強くなってくるんですよね。で、最後ホミカを倒してみたいなね、あれめちゃくちゃ好きでした、当時。なんか熱く語ってしまいましたが、タマンタか、タマンタこの辺で釣れんのかな。タマンタは釣りだよね、多分この時期。はい、レートビーム OK、 ゴーで、次のポケモン確か2体持ってたと思いますけど、タマンタ、タマンタかな、それともタマンタ鉄砲魚とか、タマンタマンタギャラドスかい。この辺の人ギャラドス使いすぎでしょ、結構強いポケモンなんですよギャラドスって。はい、じゃあここは、10万ボルトで倒してしまいましょう。船乗りギャラドスか。もうちょっとね、レパートリー欲しいところですけどね。言うて新大地方も
全ポケモンでいうと493匹だけど、新大地方だけで手に入るのは200匹いないぐらいだよね確か。じゃあここは10万ボルトでギャラドス倒していきます。バイバイよし、じゃあギャラドス倒したところで今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。もうすぐ左に行けばミオシティですんで、次回ミオシティに行って次のジム戦まで行けるかな、ジムちょっと倒せるか分かりませんけど、なんとかそのあたりまでやっていければと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。